はい、えー、速火事故の久保です。緊急事態宣言が出されるかどうかという瀬戸際だと思うんですけどもお今ご覧いただいているサイトこれはですね私のものではないんですけども、まあ、このエントリーはですね、えー、宮本亮さんっていう方が書かれてるのかなあの動画概要欄にリンク貼っときますけどもタイトルがね面白かったんでちょっと引用させてもらいました、えー、想像を超えるノロマ 一都三県の知事からの緊急事態宣言、えー、発令要請に西村大臣、緊急事態宣言の発出が視野に入る、午後8時までの時短要請に小池知事、効果のある方法を模索していくということで、共にやる気ゼロというね、そんなの、間の抜けた写真がここに使われてるんですけども、ちょっと悪意があるような感じがしますね。なんかぼーっとしますね、相変わらずね。<laughs> 何なんでしょうかね。 えー、ということでね、事、え、態、ー、はかなり逼迫してるわけなんですけどもあ、ここにもなんか面白いことが書いてます。1月2日、だから言わんこっちゃない。1都3県が緊急事態宣言要請。1月3日、緊急事態宣言発令。経済優先、オリンピック優先、利権優先が経済を一番殺すのが分かったか。<laughs> 菅小池の無能ということでね。えー、っと、私も同じ意見ですけども、いやー、なんかね、うーん、 いうことはもうね、皆さんと同じだと思うんですけども、あの、新型コロナウイルスがね、本当に危険なのかどうかってことすら、こういうふうな方たちがね、あおればあるほど、なんかやらせじゃねえかなっていうふうな意見が出るのも、これね、仕方がないんですよ。だって全然信頼できないですからね、危機感もないし。えー、何としてもこの国を守るんだとかね、国民を守るんだ、都民を守るんだっていう姿勢が、まあ、基本とも感じられないのがこの二人なんですよね。 で、それで、えー、今回は一都三県の知事が集まって、こう、官邸の方に行ったと思うんですけども、菅総理はですね、用事が終わったらさっさと帰っちゃって、で、この西村経済担当大臣が対応したということなんですけども、西村さんが来るってことはもうね、やる気なしということでしょうん。で、受け取る気持ちがあるんだったら菅総理がここにいますからね。まあ、西村大臣っていうのは結局その、何、官房長官、 の、さらに、なんか、<laughs> 下位ランクというかね、官房長官の官房長官みたいな感じですかね。うん、加藤官房長官もね、存外だらしないわけなんですけども、うん、なんかこう、毎日テレビで見てると、うん、なんと言いますかね、いたたまれないですよね。この人たちも立場があって仕方なくやってるのか、それとも、うん、本当に能力がなくって、ここに書いてますけれども、想像を超えるノルマだからそうなっちゃってるのか。 うん、下手したらね、国民の危機感の方が上なわけですよ。下手したらっていうか、確実に上ですよね。国民の危機感ってのは、今日は明日食えねえって話ですから、それから医療従事者の方とかね、介護関係の方とか、そしてエッセンシャルワーカーというね、うん、社会を支えざるを得ないことを期待されてる方の憤りは、まあ、身に余るものがあるかなと思います。うん、まあ、なんと言ってもね、えー、この二人が、すべての 活動に蓋をしてしててまってるんじゃなないかなと思うのは私だけでしょうか、うん、あとはねもう皆さんで、えー、ブログのエントリー見ながらムカムカイライラとするところだと思いますけども、えー、結局西村経済担当大臣が「緊急事態宣言が視野に入る」とか言ってますけどもそれ11月ぐらいから言ってませんでしたが、うん、で「打てることは打っていく」「躊躇なくやっていく」とか言って躊躇しまくりでこれ結局。 うー小池都知事が緊急事態宣言どうこうって言いだしってことは東京オリンピックはどちらかというともう捨てたよってことなんでしょうねだって7月の予定でしょもうやるかやんないかは今決めないと航空便とか宿泊の手配とかあそれよりも持っていったらですね各選手代表選手の選考とか、うん、決めないといけないですよねでパスポートも取らないといけないでしょこれ無理でしょどう考えてもうんなんかその 担当の人が絶対にやるって言ってもじゃあお前がやれよって話ですよねジャパンオリンピック委員会かなんかの人いやあなたたちはただ指さして顎さしてあれこれそれこれと言うだけだからいいけど実際に、ね、関わる選手とかコーチとかそれからお身内の方ねそういった方を支えるうんそれからあらゆるね、あのー、こう広告関係企業業者の方取引先の方もう分回されちゃってやってらんないですよ で東京オリンピックどう考えても最優先事項ではないと思うんですよねでその辺小池知事も浮かれすぎてバッハ会長との会談を断るぐらいでいかないと危機感は伝わらないと思いますよで西村経済担当大臣もねいつもこんな顔してますけども結局はなんか原稿ずーっと読んでるだけででいつでもマスクでしょで最近マスクしてますけど西村経済担当大臣最近までマスクせずに いつでもマスクとか言ってますよねあとちょっと私が気になるところなんですけどもこの西村さんの子供もそうなんですけども小池さんも多分そうだと思いますけどもずっとマスクをしててしゃべる時に外すっていうのは何なんですかね飛沫を避けるためだからしゃべる時こそマスクをして黙っている時はマスクなくてもいいんじゃないかなと逆なんじゃないかなと思うんですよ。なぜか喋るとる時にマスクを外す人ね町内会にもいるんですけどもえこれはどういう判断基準なんだろうなと思っちゃいますね。 うんなんと謎の多い日々でございます。皆さん、どのようにお感じでしょうか。それではね、最後に、この小池知事の動画をちょっとつけておきますので、みんなで見ときましょう。えーと、小池知事の動画は、これですね。はい。小池知事、どうでしょうか。緊急事態宣言の発生関しての要望を行いました医療提供体制の減、えー、況を踏まえると、ここで、直ちに徹底した人流の抑制を図る必要があると。

一定の周知期間を経た上で、緊急事態宣言を発出するよう国に要望しました。これに対し、西村大臣は、宣言が視野に入る厳しい状況という認識を知事と共有し、宣言の発出を検討すると話しました。その上で、西村大臣は、一都三県の知事に対し、飲食店などの時短要請を午後8時に前倒しし、酒類の提供は、 午後7時までにすることを求めた上で、国として要請に応じた店舗への支援を拡充する考えを示しました。また、都民・県民に午後8時以降の不要不急の外出自粛を要請するよう求めました。西村大臣はできるだけ早く政府の分科会を開き、緊急事態宣言の発出について専門家の意見を聞いた上で判断するとしています。